はい、どうも、哲学とです。今回はですね、奈落のティア100を1分台で周回できて、名鉄集めにもね、最適な、ダストデビルと、あとね、ワールウィンドウを使ったバーバリアのビルドを紹介していきたいなと思います。まあ、このね、ビルド、まだ、とにかくね、対集団性に非常に優れたビルドになってて、まあ、リフトに入ったらですね、こんな感じでね、まあ、シャウトを全部、使ってもらって、その後ね、まあ、ワールウィンドウを、使っていくだけでね、どんどんと敵が溶けてくれるという感じになりますので、まあ、奈落の方もね、まあ、1分半ぐらいでね、まあ、ボスまで倒しきれるというようなね、感じの火力があるビルドになりますので、ぜひね、まあ、名工制作のランク10に、前進で、作りたいという方は参考にしていただけたらなと思います。で、1点ね、事前に注意点なんですけど、今回のビルドはですね、まあ、ウーバーユニークの方をね、4種類、入れてるビルドになりますので、まあ、ちょっとそのウーバーユニークですね、がないとちょっと組み上がらないという形になりますので、なのでね、もし、レジェンダリーだけでね、まあ、ティア100周回用のビルドを作りたいっていう場合は、すでにご紹介してるね、バッシュバーバリアンの方が、まあ、早くて安全に、まあ、クリアできるかなという感じになってますので、ぜひね、そちらも合わせて参考にしていただけたらなと思います。一応、まあ、この動画を作る前にですね、レジェンダリーだけで、作った構成でもね、試してみたんですけども、やっぱり周回速度とか、あと硬さの部分でね、なかなかティア100を、周回するビルドとしてはちょっと不向きかなという感じがしたので、まあ、確かにティア100クリア、レジェンダリーだけでもクリアできなくはないんだけども、バッシュの方が明らかにね、まあ、組みやすいし、で、なおかつね、火力も出るという感じだったので、レジェンダリーだけで組むんだったら、バッシュビルドの方を私はね、お勧めしておきたいかなと思います。という、まあ、前置きを一応置いた上でですね、まあ、今期、まあ、確実に最強ビルドの、一角に入ってくるであろう、まあ、ビルド紹介の方をしていきたいなと思います。で、スキルの方ね、早速ご紹介していきたいなと思うんですけど、ちょっとハーレークイーンをつけた状態だと、すべてのね、アクティブスキルが、プラス4されてしまうので、ちょっと見にくいかなと思いますので、一時的に外した状態でね、ご紹介していけたらなと思います。じゃあ見ていきましょう。で、まずですね、基本スキルの方なんですけど、今回基本スキルはね、使わないので、まあ、どこかに2ポイントですね、振ってもらう感じにしてもらえればいいかなと思います。なので、ここはもう好きなものを2ポイント振ってもらって、で、コアスキルに進むわけなんですけども、今回ね、ワールウィンドの方を、1ポイント振ってるという感じなんですけども、まあ、今回ね、ワールウィンド、ダストデビルビルドとはなってますけども、実際にね、火力の大元になってくれてるものっていうのは、ダストデビルのダメージ、まあ特にシーズン4はね、ダストデビル、大幅に強化されて、メイン火力としても通用するようなものになってきてるので、なので、ワールウィンドはあくまでもこれで火力を出すというよりは、ワールウィンドウをね、敵に当てることによってダストデビルを発動させるっていうところが、重要なのでね、1ポイント振れば十分という形ですね。で、ワールウィンドウの強化の方を取っていただいて、で、こちらの、ワールウィンドウの激光ですね、斬撃武器を使った場合、ワールウィンドウが5秒かけて基礎ダメージの 40% の、流血ダメージも与えるようになるというやつなんですけども、ワールウィンドウですね、を、振るときはね、一つ一点注意してほしいところとしては、ワールウィンドウのね、割り当ての部分ですね。のところで、この武器選択の方をね、三角ボタンで、入れ替えることが、できる、あ、四角ボタンかな?で、切り替えられるようになってるんですけど、ここね、必ず、斬撃武器ですね、グランドファーザーの方にしておいてほしいなと思います。こちらにしないと、まあ、この流血ダメージも発生してくれないという形になっちゃうので、なのでね、必ずここの部分は、切り替えてね、斬撃の方に切り替えておいてほしいなと思います。で、まあ、強化の方まで取っていただいたらですね、パッシブスキルの方、まあ、1ポイント何か振らなきゃいけないので、一点集中の方を入れてます。幸運の一撃でコアスキルと、武器の達人スキルが最大 10% の確率で、2秒間敵を脆弱状態にしてくれるというものになりますので、こちらに1ポイント入れていただくという形がいいかなと思います。
はい。で、次ですね、防御スキルの方になってくるんですけども、まずですね、進軍の雄たけびの方を入れてほしいなと思います。進軍の雄たけびを上げて 7.4 秒間自分の移動速度を 30%、そしてリソース生成量を 58% 増加させると、付近の味方にも同様の効果を与えるというやつなんですけど、こちらを入れて、まあ、リソース生成量を上げてと移動速度を上げてもらうと。で、強化の方の、進軍の雄たけびの発動中は抑圧負荷状態になる、こちらの方を入れていただいて、でさらに戦術ですね、進軍の雄たけび使用後20の土器を生成し、リソース生成量が 20% 増加してくれるという形になりますので、これでね、まあ、土器の方をマックスに保つことができるという感じですね。はい。そして、2つ目なんですけども、アイアンスキンですね。自分の体を、鋼鉄化し、失ったライフの、50% を吸収する障壁を5秒間展開するという形になるので、これ防御系のスキルとして入れておいてほしいなと思います。で、強化の方を取っていただいて、障壁の吸収量がライフ最大値の 100% 分増加するという形になるので、なのでね、まあ、ライフの最大値なるべく装備品で持ってあげることができると、ここの部分の効果っていうのも上がってくれるので、そこもちょっとね、気をつけてほしいなと思います。で、次にアイアンスキンの、戦術の方を取ってます。アイアンスキンの効果中は障壁の初期値の 10% と同量のライフが、毎秒回復していくという形になりますので、こちらを入れていただいて、で、あと一つですね、挑発の叫びの方を入れてます。付近の敵を、挑発して受けるダメージを 7.4 秒間、40% 減少させてくれるという形になるので、挑発の叫びを入れてると。で、さらに強化の、挑発の叫びの発動中は、ライフ最大値の 20% のボーナスを得るという形で、ライフ最大値の方も増えてくれるって感じですね。で、戦術の方を取って、挑発の叫びの発動中、ダメージを受けるたびに、3の土器を獲得するというやつですね。こちらの方に入れていただきたいなと思います。で、あとはですね、パッシブスキルの方に進んでいただいて、威風堂々ですね。ここ、まあ、もともと3ポイント あるという形にしていて、ライフ最大値が、3ポイントの状態だと、18% かな、増加してくれるという感じになるんですけども、装備品の方でね、プラス、さらにランクをプラス3しているので、まあ、6ポイント、あって、36% になっているという感じですね。なので、威風堂々のランクはなるべく漏れるとね、ライフの最大値を増やせることでいいかなと思います。で、その奥の武力行使ですね、3ポイント振ってます。エリートから受けるダメージの減少率が 12% 増加してくれるという形になりますので、こちらに3ポイント入れていただくという形ですね。はい。で、次に決闘スキルの方なんですけども、ウォークライの方に、ポイントを、1ポイント振ってるという感じですね。戦いの雄たけびを上げて 7.4 秒間にわたって、自分が与えるダメージを 21% 増加させると。付近の味方にも、同様の効果を 3.7 秒、与えるということで、装備品の方でね、プラス4のランクをつけているという感じですね。で、その奥の強化ですね。ウォークライ発動時4秒間バーサク状態になってくれるということで、まあ、今回バーサク状態になってでの、ダメージ上昇というのも、結構重要な要素になってくるので、こちら入れていただいて、で、合力ですね、ウォークライを発した後時、付近に少なくとも6体以上の敵がいると自分のダメージボーナスが 10% 増加してくれるという形になるので、まあ、ウォークライ使うときはね、なるべく敵の密集しているところで使ってもらうという感じですね。はい。で、パッシブスキルの方なんですけど、とどろく叫びの方に3ポイントですね。シャウトスキルの効果の持続時間が 24% 増加する。で、さらにその奥の襲撃部隊の、頭目ですね。シャウトの追加効果として、シャウトを受けた、味方のライフが毎秒それぞれライフの 2% 分回復する。そしてこの下のね、内なる叫びですね。シャウトスキルによって敵から受けるダメージが5秒間、12% 減少するということ。形になりますので、ここに3ポイント入れてるという感じですね。で、序盤の方でね、ちょっと移動速度足りないなと、思った方はですね、このこちらの、内なる叫び3ポイントを外してもらって、こっちの移動速度のね、俊敏さ3ポイントを取るのもありかなと思いますね。まあ上の方のティア、まあそうですね、奈落のティア100とか行くときはちょっと危ないので、できれば、まあ、この俊敏さよりは、内なる叫びの方がいいかなと思います。で、まあ、今回、ワールドウィンドね、あまり移動速度を、
まあたくさん持っちゃうとですね、まあ弊害もあって、ダメージが発生しにくくなっちゃうというところもあるので、あんまり盛りすぎるのもちょっと問題だなというところがあるので、そこはちょっと後でね、詳しく立ち回りのところでお話できたらなと思ってます。で、攻撃耐性の方に3ポイント入れてます。バーサク中受けるダメージが 12% 減少してくれるというものになりますので、ここ3ポイント入れていただいて、溢れる土器ですね。バーサク中土器の生成量が 18% 増加してくれるというやつですね。ここに3ポイント入れていただきたいなと思います。で、次に武器の達人スキルの方なんですけども、こちらはパッシブスキルの方ですね。を取っていて、まず格闘術に3ポイント。近距離にいる敵に与えるダメージは 9% 増加して、受ける遠距離ダメージが 6% 減少ですね。を取っていただいて、殺意の方ですね。負傷状態の敵に与えるダメージが 15% 増加というやつで、負傷状態というのは、ライフが 35% 以下の、敵という感じになってるんですけど、まあ、特にライフの多いボス戦なんかだとね、この殺意、入れていることによるダメージアップというのが結構でかいので、なので、まあ、ここも、できれば、まあ、今2ポイントですけど、まあそうですね、こっちを削ってでも、入れてあげた方がいいかなという感じもしますね。はい。で、次ですね、脚部攻撃ですね。流血効果が健全状態の敵の移動速度を 20% 低下させるとやつを入れて、その奥の骨砕きですね、脆弱状態の敵に与える流血効果が 15% 増加してくれるというやつなので、こちら3ポイント入れてあげるという感じですね。今回ワールドウィンドでね、敵に流血効果を与えることができるので、この骨砕きもちゃんと3ポイント入れてほしいなと思います。で、次に分厚い皮膚の方に1ポイント入れて、直接ダメージを受けるたびに、0.4% に当たる強化を L を、取った後で、その奥の、報復ですね、ライフ最大値の 50% を超える、強化を得ている間、与えるダメージが 12% 増加する。こちらに3ポイント入れていただきたいなと思います。で、次に奥義スキルの方なんですけど、奥義スキルはですね、こちらの強戦士の風に取ってほしいなと思います。激光し、周囲の敵をノックバックさせ、5秒間バーサク及び抑圧負荷状態になると、次の10秒間は基本スキルで直接ダメージを与えると、5秒間バーサク状態になるですね。で、こちらの、中級の方ですね、強戦士の風雲の発動中移動速度が 20%、土器の生成量が 30% 増加するとって、さらにその奥の上級ですね、強戦士の風雲の発動中50の土器を消費するごとに、バーサクのダメージボーナスが 25% 増加し、最大で 100% まで増えていくという形になりますので、こちらの方を取ってほしいなと思います。で、パッシブスキルの方でですね、両手武器の達人、こちらに3ポイント入れてほしいなと思います。両手用武器を、持っている場合、クリティカルヒットダメージが、ランク3だと 15% 上昇するという形になるんですけど、アミュレットにね、この両手武器の達人の、スキルランクプラスというのがつきますので、そこをね、しっかり持ってあげると、ここのね、クリティカルヒットダメージ量が増えてくれるという感じになりますので、なので、ここに3ポイント振っておいてほしいなと思います。で、最後、重要パッシブ効果の方なんですけども、今回は、ほとばしる流血の方を入れてます。敵を流血させると、クリティカルヒット率と同じ確率で流血量がクリティカルヒットダメージボーナスの、140% 増加すると。なのでね、今回、装備品の中にクリティカルヒットダメージたくさん持ってあるんですけども、この効果が上がってくるっていうのが非常に強いと。流血状態の敵に対して、オーバーパワーを発生させると5秒かけて、43,825 の流血ダメージを与えるという形になりますので、重要パッシブの方はほとばしる流血の方、入れてみてほしいなと思います。次にパラゴンボードの方を見ていきたいなと思います。今回使うグリフの方なんですけども、ちょっとね、先にご紹介しておくと、元帥とあとね、狂人、そして、こちらの怒り、そして憤怒、搾取、そしてね、旋風の、6枚を使っている、形になります。で、ちょっとボードの方ね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、1枚目のボードなんですけど、こちらのね、ソケットの方に搾取の方を入れているという感じですね。こちら、まあ、脆弱ダメージが上がってくれるのと、あとね、自身がダメージを与えた敵が3秒間脆弱状態になる。この効果は敵1体にあたり、20秒に1回しか発動しないという効果がありますので、このね、2つ目の効果がとにかく、強いのでね、まずは、こちらのね、
1枚目のボードで、搾取の方を最優先で、入れてみてほしいなと思います。で、まあね、取り方としてはそうですね、左側から取っていって、こちらのね、ライフ最大値とかを取ってもらって、で、まあこの上のね、ノードの方を、取っていくという感じですね。で、そうですね、こっち側にまあ防御力系があるので、まあ防御力ちょっと足りないんだったらこっちを取るっていうのもありなんですけども、まあ左側から進んでいくのがまあいいかなと思いますね。で、2枚目のパラゴンボードなんですけども、こちらの、戦を招きしものですね。土器を75消費するごとに、自分のライフ最大値の 15% に当たる、7439の強化を、獲得するというものなんですけど、まあ、ワールウィンドはね、結構、土器のね、消費量多いスキルになりますので、まあ、こちら入れておくことでね、まあ、強化が、どんどんかかってくれるという感じになりますので、こちらを取りに行ってもらうと。感じですね。この上の方のね、ライフ最大値系もとか、あと火炎耐性とかですね、ここら辺もね、ちょっと、つけてほしいなと思います。で、そうですね、2枚目のボードの方では、グリフソケットの方に怒りを入れているという形ですね。こちら、まあ、バーサク状態中のダメージが増えてくれるグリフになるんですけども、バーサク状態時にエリートから受けるダメージが 10% 減少するというね、防御系の効果もついているので、2枚目のボードには怒りを入れてほしいなと思います。で、そうですね、ここら辺に全耐性とかあるので、耐性がちょっと足りないなという人は、ここら辺のね、ものも、取っていってもらうといいかなと思います。はい。で、3枚目のボードの方なんですけども、レジェンダリーのね、ノードの方が虐殺が入ってるものですね、の方を繋いでいただいて、で、グリフソケットの方には強靭の方を入れているという形ですね。こちら、まあ、近距離の敵から受けるダメージ減少率と、あとバーサク中のダメージ上昇、敏捷性、そして両手武器を、装備していると、敵に与えるダメージが、8% 増加してくれるという形になりますので、こちらの方を、入れてほしいなと思います。で、そうですね、ここら辺のレアノードもまで取ってもらって、で、上の方進んでいただいて、で、ここら辺そうですね。バーサク状態の持続時間とかダメージ量アップとかね、ありますので、ここら辺もしっかりと、取っていただいて。で、4枚目のボードの方なんですけども、レジェンダリーノードの、血の怒りがあるボードの方を取ってほしいなと思います。流血状態の敵を倒すと、10% の確率で5秒間バーサク状態になるという形でね。今回ワールウィンドで、まあ、敵が必ず出血状態になってくれますので、この血の怒りの効果で、まあ、バーサク状態の、なんていうかな、発生が、起きてくるという感じですね。で、バーサクのボーナス中はダメージが 10% 増加し、最大で 30% まで上がってくれるという形になりますので、血の怒りを取っていただきたいなと思います。で、そうですね、グリフソケットの方には減衰の方を入れているという形ですね。こちらシャウトスキルの使用後、発動中のすべての非シャウトスキルのクールダウンが、2秒間、短くなるという形になりますので、まあ、これ入れとくとね、アイアンスキンとかの、効果が、短くなってくれるという感じになるので、こちらを入れてほしいなと思います。流血の敵へのダメージプラスと、あと流血の敵からのダメージ減少率もつくのでね、減衰の方を入れていただくと。で、レジェンダリーノードの方を、取っていただいたらですね、あ、そうそう、このね、左上のところにも、バーサク状態のね、持続時間系ありますので、ここまで取っていただいて、で、そうですね、5枚目の、ボードの方なんですけども、レジェンダリーノードの方がですね、破滅者ですね。の方が、壊滅者の方が入っているやつですね。敵を脆弱状態にするために、5秒にわたりダメージが 10% 増加する。脆弱状態の敵に対してオーバーパワーすると5秒にわたり、追加で 10% のボーナスを得るという形になるんですけど、まあ、今回ね、オーバーパワーの発生率はそれほど高くないんで、まあ、上の効果が、メインになってくるんですけども、1枚目のボードで取ったね、搾取の効果で、まあ、必ず敵が脆弱状態になってくれるので、この 10% のダメージアップ取るために、壊滅者まで、取ってもらうという感じですね。で、グリフソケットの方には、こちらのね、旋風の方を入れてます。旋風はダストデビルのスキルの、ダメージが、上がってくれるというものになってて、これ 475% も上がるんでね、旋風の方は必ず入れてほしいなと思います。
ダストデビルを呼び出した後の4秒間与えるダメージが 13% 増加するというサブの効果も発動してくれるので、ここら辺のね筋力の濃度を、全部取っていってもらうという形ですね。はい。で、まあ、ここまで、まあ、5枚取れたらですね、次にですね、まあ、2枚目のボードに戻っていただいてですね、2枚目のボードの、左側に進んでいただいて、こちらね、レジェンダリーノードの、ボーンブレーカーですね、が入っているものを、繋いでいただいてですね。で、左下の方に、ライフ最大値とかもあるので、ここもね、取りに行ってほしいなと思います。で、まあ一応ですね、まあ、耐性系がね、今回、上限が上がってることもあってね、盛りづらいっていう方いらっしゃるかもしれないんで、一応お伝えしておくと、まあ、ここのところはね、ちょっと削れるので、もしね、なんていうのかな、耐性がきつい場合はね、ここのところの、6ポイントかな、7ポイント、削れるので、7ポイント分を使って、足りない耐性をね、振ってあげるっていう形の振り方にすると、うまく調子が合うかなというところがありますので、まあ、こちらのね、左下のところは余裕があれば取りに行くという感じですね。はい。で、パラゴングリフの方が、フンヌの方を入れています。こちらクリティカルヒットダメージが上がってくれて、クリティカルヒットになったスキルは土器を3生成する。これがね、すごく重要になってきますので、こちらのフンヌの方を入れてほしいなと思います。で、そうですね、上の部分の健全状態の敵へのダメージ上昇とか、ここら辺も取っていただいて、で、最後、7枚目のパラゴンボードなんですけども、こちらね、グリフソケットは取らないで、レジェンダリーノードの、出血を取りに行ってほしいなと思います。流血ダメージが脆弱ダメージの 15%、増加してくれる。現在のボーナス 58% という感じになっていますので、出血を取って流血のダメージ量をここで最後に、上乗せしてあげるという感じですね。まあ、なのでね、7枚目のね、出血は、まあ、必ずね、どこかで繋いで取ってほしいなと思います。そして、武器の専門知識の方なんですけども、今回はですね、両手用斧の熟練度の方を割り当てているという形ですね。で、いずれかの武器使用時に、脆弱状態の敵に与えるダメージが 10% 増加してくれるというやつで、なんかね、ここら辺に関してはちょっとね、質問いただいてたんで、一応詳しくお話ししておくとですね、このスロットに割り当てたものに関しては、この下の部分を読んでいただくとわかるように、技術スロットで、技量スロットではどの武器を使用しているかには関わらず、すべての攻撃に適用される武器熟練度効果を選択することができると。技量をセットするには右からランク1以上の技量を選択しますということになってますので、なんていうのかな。右側の効果に関しては、自分のね、攻撃している武器ですね、の効果が発動してくれるという感じになっているので、まあ、今回両手剣とか、両手剣でワールウィンドウを、当てているという感じになるので、まあ、斬撃武器のここの部分が発動しているのと、あとね、もう一つっていう意味でこのね、両手用斧の熟練度を採用しているという感じになるので、まあ、脆弱状態の敵に与えるダメージが 10% 増加してくれるという形でね、今回、まあ、敵が必ず脆弱状態になってくれますので、両手用武器の熟練度の、入れておいてほしいなと思います。次に装備品の方をね、ご紹介していきたいなと思います。まず頭の方なんですけど、ハーレークイーンの、紋章の方を、つけているという形ですね。で、20% のダメージ減少効果を、得ると。さらに全てのスキルのランクがプラス4されてくれるという形になりますので、まあね、20% のダメージ減少効果もまあ、まず強いんですけども、全てのね、スキル、まあアクティブスキルですね。基本的には、パッシブスキルなんかはランク4されないんですけど、それ以外のスキルが、プラス4されてくれますので、ハーレクイーンの紋章を頭に入れてほしいなと思います。で、名工制作で優先してほしいステータスとしては、今リソース生成量のところにね、ランクかかっちゃってるんですけど、クールダウン時間短縮をね、なるべく、持った方が、シャウトスキルとかのね、発動のタイミングが早くなってくれますので、なのでね、クールダウン時間の短縮になるべくね、名工制作のランクが、ついてくれるといいかなという感じですね。はい。で、鎧の方なんですけど、ティラエルの、威力の方を入れていると。いう形ですね。まあ、こちら、ライフが最大値の時にスキルを使用すると、真珠の聖者を放ち、5736のダメージを与えてくれるという形になるので、まあね、
ワールウィンド放ってあげることによってね、この、ビームの方も出てくれるという感じになりますので、こちら入れてほしいなと思います。で、このね、防具に関しては、全属性耐性の最大値が増えてくれるっていうのが 7.3% つくようになってて、で、さらに全耐性の方も増えてくれる。そしてダメージ減少率が乗ってるという形になるんですけども、まあ、これどういうことかっていうとですね、まあ、通常だと、耐性のマックス値って、70% になるんですけども、まあ、そこにね、まあ、今 7.2%、上限のね、ボーナスがかかってくれているので、70% 以上にここのね、上限持っていくことができるということになってます。で、そうですね。今、火炎耐性がちょっと足りないですけども、まあ、全体としてね、ここの値が高くなるように、調整していってほしいので、なのでね、優先してほしいものとしては、このね、まあ、全属性耐性プラスがね、まあ、強化されるといいなっていうのと、その下のね、全耐性そのものですね。そこもね、パラオンボードの調整をすれば結構盛ることできるんですけども、まあ今の振り方だとちょっとね、少なめなので、ここも跳ねてくれるといいかなって感じですね。まあ最優先は全属性耐性、次に、全耐性あたりがつくといいかなと思います。その下のダメージ減少率もね、しっかりと効いてくれるので、まあここでもいいかなっていう感じですね。はい、で次に手袋の方なんですけども、まずね化身の方なんですけど、元素を使さどりし、化身の方を入れてます。7秒間複数の種類のダメージがセットとなり、30% 上昇してくれる。この効果2つのセットを交互に、行き来するという形になってて、まあね、7秒ごとに 30% ダメージアップが発生してくれるという感じですね。で、優先してほしいステータスとしてはですね、クリティカルヒット率と、あとクリティカルヒットダメージですね。これが乗ってるといいなというのと、あとですね、幸運の一撃で、最大 27.3% の確率で敵を2秒間、脆弱状態にするというのがここにつきますので、なので幸運の一撃での脆弱付与、このあたりがついてるといいかなと思います。で、焼き戻しでつけてほしい、特性としてはですね、バーサク状態中のダメージプラスがつきますので、バーサク状態中のダメージプラスと、あとね、操作障害効果の持続時間、プラス 22.8% という形になりますので、まあね、自分が与えた操作障害効果、まあ敵に与える、操作障害の時間が伸びてくれるのでね、こちらの方をつけてほしいなと思います。で、次に下衣の方なんですけども、鉄の戦士の、化身ですね。アイアンスキンに、抑圧負荷状態と、最大で 35% のダメージ減少効果が加わるという形になって、まあ、アイアンスキンでも、ダメージ減少が乗ってくれるというね、ものになりますので、こちらの方を、まあ、なるべくマックス値でつけてほしいなと思います。で、優先してほしいステータスとしてはですね、まあ、筋力とあとライフがつくんですけど、今回ね、まあ、防御力の部分がついてないので、防御力つけるとしたら、まあ、このズボンか、あるいは、靴っていう感じになるんですけど、まあ、つけるとしたらもうここしかないという感じになるので、できれば防御力が、大いなる特性でついてるものとかでね、厳選してもらうといいかなと。で、その下についているのが、まあ、電撃耐性なんですけど、電撃耐性が結構ね、今回のパラゴンの振り方だと足りなくなりがちなので、ここの部分を、乗せてるという感じですね。で、焼き戻しの方が、操作障害の持続時間 17% と、あとここね、威風堂々の、ランクプラス3がついてますけど、まあ、元々はランクプラス2がね、焼き戻しでつきますので、ランクに、プラス2をね、つけてもらいたいなと思います。で、まあ、跳ねて欲しい特性としてはですね、今私の、防御力見ると9072みたいになってるので、まあ、できれば防御力のところですね、9230になるように、まあ、強化ができるといいかなと思いますので、まあ、防御力のところ、まあ、9230になるように、かけてもらって、で、それ以外は、まあ、できればそうですね、威風堂々に、ランクプラスもう一個ぐらいついてもくれるといいかなという感じですね。はい。で、次に、こちらの、靴の方なんですけども、激しき強戦士の、化身の方を入れてます。こちら、効果の方が、幸運の一撃でコアスキルで敵にダメージを与えると最大 30% の確率で、バーサクの持続時間が2秒間延長される。
クリティカルヒットだった場合は延長時間が倍、つまり4秒間伸びてくれるという感じになるので、まあ、バーサクの効果時間を伸ばすために、こちらを入れているという感じですね。で、優先してほしい特性としてはですね、一番ね、最優先でつけてほしいものは、ウォークライのランク、プラス3がつきますので、ウォークライのプラス3、多いなら特性だと4かな、がつきますので、こちら入れてほしいなと思います。で、あとはそうですね、筋力と、あと移動速度つきますので、移動速度の方も乗せてほしいなと思います。で、焼き戻しでつけてほしいものとしては、操作障害状態の、持続時間プラス18と、あと移動速度ですね、焼き戻しの方でも移動速度つくので移動速度をつけてほしいなと思います。まあ、シーズン4は結構移動速度ね、どのビルドも、盛りやすくなってるんですけど、まあ一点注意点としてはあんまりね移動速度大量に持っちゃうとですね、結構使いづらいビルドになりがちなんで、まあほどほどにしといた方がいいかなと思います。ある程度移動速度ないと、なんていうのかな、フィールドの、行き来とかそういうところで、大変になっちゃうんですけど、今回ですね、ワールウィンドを使うときですね、基本的にですね、連続で押してると、あまり火力出ないんで、ちょん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 みたいな感じで、何度も何度もこう、ワールウィンドを押すような、立ち回りになってくるんですけど、移動速度が速すぎるとですね、特にボス戦なんかで顕著なんですけども、ボスから遠ざかってね、遠くまでこう移動してっちゃうみたいな感じになっちゃって、なかなかこう、ボスにね、効果的にダメージ、を集中させられないみたいな感じに。まあ、特にそうですね、私コントローラーで、基本的にやってるんで、コントローラーの場合なんかはなりがちなので、まあ、移動速度持った方が周回速度速くなるように見えるんですけども、まあ、対ボス戦でちょっと戦いづらくなっちゃうなっていうところもあるので、なので、まあ、移動速度そうですね、40% ぐらいが、まあ、ちょうどいいぐらいかなと思いますので、まあ、それぐらいで持ってほしいなと思います。で、そうですね、名工制作で優先してほしいものとしては、まあ、移動速度1段階ぐらいはついてもいいかなとは思うんですけども、まあ、できればウォークライですかね、のあたりに、もう一個がついてくれるといいかなという感じですね。はい。で、アミュレットの方なんですけども、こちらのダストデビルの化身ですね。ワールウィンドがダストデビルを出現させて、進路上の敵に、6486のダメージを与えるようになるですね。こちらの方を入れてほしいなと思います。で、こちらの方ですね、まあ、つけてほしい効果としてはですね、最優先でつけてほしいのが、両手武器の達人ですね。こちら入れとくと、クリティカルヒットダメージがね、増えてくれるので、両手武器の達人のプラス2ですかね、がついてるといいかな、という感じですね。あと、こちらクールダウン時間短縮が乗るので、クールダウン時間短縮もついてるといいかなと思います。あと一つ、まあ、今回攻撃速度が乗っちゃってますけど、ここはね、クリティカルヒット率の方がいいかなと思いますね。クリティカルヒット率、クールダウン時間短縮、武器の達人、プラス2あたりが乗ってるといいかな。で、焼き戻しでつけてほしい特性としては、ウォークライのクールダウン時間短縮がここ乗りますので、ウォークライの時間短縮と、あとクリティカルヒットダメージですね、の方を乗せてほしいなと思います。で、焼き戻しでクリティカルヒットダメージを、まあ、このアミュレットだったりとか、あとね、武器につける方法なんかについては、すでにね、ちょっと詳しい解説動画を撮ってるので、まあ、そちらの方見ていただいてもいいんですけども、基本的にね、バーバリアンの焼き戻し書の中にはクリティカルヒットダメージが、ついてこないので、なので、まあ、装備品の方をですね、一回保管庫に預けてもらって、ローグの、キャラクターに持って、って言っていただいて、ローグのね、化身の中に、化身じゃない、焼き戻しの中に、クリティカルヒットダメージ、乗るものがありますので、まあ、そちらで、つけてもらうという感じですね。まあ、ちょっと具体的なね、やり方については、まあ、ちょっとね、概要欄のね、解説動画の方を見ていただくといいかなと思うんですけども、なのでね、デフォルトでは、バーバリアンではクリティカルヒットダメージつかないので、まあ、ローグの方に持っていって、焼き戻ししてもらうことでね、クリティカルヒットダメージをつけることができますので、クリティカルヒットダメージをつけていただくという感じですね。はい。で、指輪枠の一つ目が、星なき空の、指輪ですね。
まあ、こちらもウーバーユニークになるんですけども、プライマリーリソースを消費するとスキルのリソース消費が減少して、自分の与えるダメージが3秒間、10% 増加し、最大で 50% まで増えてくれるという形になるので。まあそうですね。まあリソース消費量減少ももちろん強いんですけども、どちらかというとこのね、50% ダメージ、アップがとにかく強いので、こちらを載せてほしいなと。で、そうですね。名工制作でつけてほしいランクとしては、このクリティカルヒット率がやっぱり大事なので、クリティカルヒット率に、名工制作のね、ランクつけられるといいかなという感じがしますね。あ、そうだ。手袋の方も、そうですね。クリティカルヒット率の方を優先してつけてほしいなと思います。はい。で、もう一つの指輪枠の方なんですけども、勇敢なる族長の化身の方を入れています。シャウトスキルの使用後、常にクールダウンが、周囲の敵1体あたり、2秒間短縮する。短縮量は最大で6秒まで短縮されるという形になるので、なのでね、周囲にまあ最低3体の敵がいると、6秒間ね、シャウトスキルの、クールダウン時間短くなってくれますので、まあ、今回ワールウィンドでどんどん敵の中入っていくようなビルドなので、まあこのね、6秒短縮も常に発動できるかなと思いますので、入れてほしいなと思います。で、つけてほしい耐性の方なんですけども、特性の方なんですけども、ここね、クリティカルヒット率が乗るので、クリティカルヒット率できれば、欲しいのと、あと、そうですね、脆弱ダメージですね。クリティカルヒット率、あと脆弱ダメージと、あともう一つね、ここにも幸運の一撃で、敵を、2秒間脆弱状態にするっていうのがつきますので、幸運の一撃での脆弱付与の、3つつけてほしいなと思いますね。筋力が、まあ、今回ついてますけど、ここがクリティカルヒット率の方がダメージ上がるかなって感じですね。で、つけてほしい特性としては、焼き戻しとしては、ウォークライのクールダウン時間短縮つくので、つけていただくのと、あとね、バーサク状態中のダメージ減少つきますので、入れてほしいなと思います。で、ちょっと一点、漏れちゃったんで言っておくと、靴の部分の、一番上の特性の部分なんですけど、回避によって移動速度が、1秒間 125%、上昇するに、今回なっちゃってるんですけど、ここはそうですね、できれば攻撃が、当たるとね、回避のクールダウン時間短縮とかがつく方がいいかなと思いますね。まあ、やっぱ回避をボス戦とかでやっぱり使いたいので、できれば、ここのところね、敵にダメージを与えると、回避のクールダウン時間が短縮の方がいいかなと思いますけど、やっぱウォークライをね、優先しなきゃいけないので、まあ、厳選するときはウォークライを優先してもらって、まあ、できれば上のところね、攻撃ヒットによって、回避のクールダウン時間短縮が乗るといいかなと思います。で、次ですね、両手武器なんですけど、メイスの方を、両手メイスの方を採用していただいて、たける強戦士の化身の方を入れています。バーサク中に、直接ダメージを与えると5秒にわたって基礎ダメージの、最大 60% かなの流血ダメージを発生させるというのがつきますので、こちらを入れていただきたいなと思います。で、つけてほしい特性としてはですね、筋力と、あとね、クリティカルヒットダメージですね、を乗せてほしいのと、あとね、キル時に、プラス5かな、最大で5の、土器を獲得っていうのがつきますので、まあ、キル時に5の土器生成を、入れてあげるとね、土器の生成楽になるかなと思いますので、入れてほしいなと思います。で、焼き戻しでつけても欲しいものとしては、ダストデビルを2個出現させる確率が、69.7% かな、上昇するというやつなんですけど、まあ、これやってあげることによってね、この特性つけてあげないとダメージがね、出てくれないという感じになっちゃうので、必ずこちらを入れていただいて、で、先ほどもお伝えしたように、ローグでね、焼き戻ししてもらって、クリティカルヒットダメージね、182% さらにつきますので、こちらをつけてもらう。なので、両手武器にクリティカルヒットダメージを2つ乗せるという感じですね。
で、次に、片手武器の方なんですけども、剣の方をね、両方入れているような形になっていて、優先してほしい特性としては、筋力、ライフ最大値、あと脆弱ダメージですね、が乗りますので、脆弱ダメージ乗せていただいて、で、焼き戻しで、ダストデビルの大きさですね、が、つきますので、ダストデビルの大きさを、つけてもらう。で、あと、クリティカルヒットダメージがつきますので、こちらもね、ローグの方でつけてもらうといいかなと思います。で、化身の方なんですけど、獰猛なる、風の化身の方ですね、を入れていて、シャウトスキルが3個のダストデビルを出現させて、進路上の敵に、3.88 のダメージを与えると。ダストデビルが通常よりも 20% 大きくなり、サイズが 1% 大きくなるためにダメージが 1% 増加する。この効果がつけたいのでね、ダストデビルを、大きくしているという感じなんですけども、ダストデビルの大きさですね、最大で 100% まで、盛ることができるので、なのでね、もう一つの、片手剣の方にもダストデビルの大きさ入れていただいて、そうですね、これ両方合わせて 80% あれば、下のね、この化身の効果の 20% と合わせて、ね、上限の100までいってくれるので、つけてほしいなと思います。このプロフィールの詳細のとこ見ていただくと、ダストデビルの大きさでっていうのがね、出てきますので、なのでそうですね、効果範囲かな、ここ 100% まで、乗せられますので、100% 目指して、まあ、片手剣の方にね、2箇所つけてみてほしいなと思います。で、片手剣のもう一つの方が、こちらのね、悪魔のごとき化身の方を入れていて、土器を100生成すると、次の直接ダメージが2体のダストデビルを生み出して、進路上の敵に2647のダメージを与えるというやつですね。こちら入れてあげて、まあ、さらにダストデビルのダメージを上げてあげるという感じですね。で、両手剣の方なんですけど、グランドファーザーの方を入れています。こちら、クリティカルヒットダメージが 100% 上昇する。この武器の他の特性が通常よりも高くなるという形になってますので、まあ、単純に 100% クリティカルヒットダメージが上がるよりもね、ダメージ量が、まあ、結果的に増えてくれるっていうのが、この武器のね、強さになってきますので、こちら 100% と、で、まあ、属性の方でね、全ステータス、ライフ最大値と、あと、ダメージプラスついてくれて、耐久力が低下しないっていうのは、なんていうのかな、グランドファーザーに関しては、その、修理が必要なくなるっていう効果なんですけど、あんまり効果はないんだけど、もともとね、D2 の設定で、まあ、グランドファーザーってそういう武器だったので、まあ、それを引き継いでるって感じですね。で、まあ、この武器に関しては、耐久力が低下しないにはね、名工製作のランクのプラスはつかないようにね、修正がされてますので、まあね、安心して強化の方してほしいんですけども、まあ乗せるとしたらそうですね、ライフ最大値のところが結構大きく伸びますので、ライフ最大値のところに、ランクプラス、つけてあげるのがいいかなと、感じですね。はい。で、そうですね、装備品につける、宝石の方なんですけど、防具にはね、ルビーの方を入れていただいて、ライフ最大値の方を、伸ばしてもらうというのと、あと武器の方ですね、はサファイアの方を入れて、脆弱ダメージの方をつけてるって感じですね。脆弱ダメージを、まあ、20% ずつ、合計で、そうですね、6個なんで 120% 脆弱ダメージを増やせるので、脆弱ダメージの方を乗せてもらうという感じですね。はい。で、この状態にするとそうですね、結構クリティカルヒットダメージの方も、3700% かなに、上がってくれて、で、脆弱ダメージの方もね、460ぐらいまで盛れるって感じになるので、まあ、ちょっとね、クリティカルヒット率が今の私の組み方だと少なめなので、まあ、ここのところはもうちょっとね、つけてあげると。まあ、結局、通常よりもね、37倍ダメージ出てくれるっていう感じになるので、なるべくクリティカルヒット率は、まあ、つけられるところはつけてほしいという感じですね。はい。ということでね、装備紹介については、以上になるんですけども、あとそうですね、奈落100ぐらいだとそんなに危なくないと思うんですけど、ウエルの方のティア行くときね、もしできたらこの溶けた、セリグの心臓を入れてあげるのもおすすめかなと思います。こちらリソース最大値が60増加してくれて、ダメージを受けると失うはずだったライフ最大値の 1% に変わる、
わりに 75% 分を、リソースとして失うっていう感じになるので、これ入れてあげるのもいいかなと思いますね。で、まあ、当然ながらダストデビルの化身はね、必ず入れてほしいので、まあ、変えるとしたら、このね、シャウトスキルの、クールダウン時間かな。このところに乗せてもらうか、あ、違うな。元素を司り師化身と入れ替えてもらうのがいいかなと思いますね。元素を司り化身のところに、このね、ダストデビルの化身の方を入れてあげて、ダメージつけてあげるって感じにすると、結構このね、溶けた制御の心臓で安全に周回できるかなと思いますので。まあ、普通にね、やってればそんなにティア100でもね、やられてしまうことないはずなんですけども、まあ、なんていうのかな。まあ、ほぼ死なない状態が作りたいっていう人と、あと、まあ、上の方のティアね、どうしてもクリアできないっていう時は、セリグもね、入れてあげるっていう構成にしてあげると、まあ、ほぼほぼ死なないような状態作れますので、まあ、もしね、ちょっと行き詰まっちゃったっていう方は、セリグの方もね、入れてみてほしいなと思います。そして、アミュレットとね、指輪枠の、宝石に関してはですね、まあ、足りない耐性を補うような感じでつけてもらうといいかなと思いますね。まあ、今回、一箇所ね、電撃耐性の方をしっかり持ってるので、なので、まあ、それ以外のね、まあ、毒耐性、あと、霊気耐性、シャドウ耐性あたりが結構足りなくなっちゃうので、つけてあげるのがいいかなと思いますね。ここは、まあ、一番欠けちゃうところを、から、まあ、順繰りにね、3箇所つけてあげるっていうのがいいかなと思いますので、まあ、70% で最低限、全部の耐性、漏れてれば、合格ラインという感じなので、まあ、なるべくね、このティライルの鎧の、マックス値に合わせてね、上げてもらえると、いいかなという感じですね。はい、そしたら最後にですね、実際奈落のティア101をね、回しながら、まあ、どんな感じでね、立ち回っていくのかについて解説していきたいなと思います。まあ、せっかくなのでね、こちらのホーリーボルトのエクサもね、使いながら、やっていこうかなと思います。まあ、周回の時結構火力上がってくれるのでね、まあ、ホーリーボルト入れてあげると周回時間の方もね、短くできるかなと思いますので、おすすめです。さあ、じゃあやっていきましょう。まあ、結構このビルドはね、立ち回りそのものも、わかりやすいというかね、まあ、シャウト系のスキル発動させて、で、あとはね、ワールウィンドの方を、まあ、ちょんちょんって押していくような感じだけなので、なのでね、わかりやすいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、詳しく話していきましょう。で、まずですね、まあ、シャウトをやるときは大事なのは、まあ、周りに敵がちゃんとね、いるところで、やってあげるとね、効果時間の方も伸びてくれるんで、いいかなと思います。で、あとですね、注意点としてはですね、ワールウィンドの方なんですけども、ワールウィンドね、こうやって押しっぱなしの状態で行くっていうこともできるんですけど、それやっちゃうとね、ちょっと火力の方しっかり出てくれないような感じになるので、なので、こう、ワールウィンドずーっと押しっぱなしにしてるっていうんじゃなくて、ちょん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 みたいな感じで、連打するような感じでね、やってあげると、まあ、そのたんびにこう、ダストデビルが発動してくれるっていう感じになるのでね。なので、ワールウィンドは基本、長押しではなくて、まあ、連打、してもらうっていう感じでやってもらいたいなと思います。で、まあそうですね、ティア100行くときも、まあ結構ね、戻っちゃったりするとダメージ床踏んじゃってね、ライフ削られちゃったりとかもするんで。なので、まあ基本はもうどんどん、敵を巻き込みながら進んでもらうという感じですね。もう進軍の雄たけび、強戦士の憤怒、挑発の叫び、アイアンスキン、ウォークライ、強戦士の憤怒は、クールダウン時間が終わったら、発動させてあげるという感じですね。まあ、強戦士の憤怒で、まあ、バーサク状態に、なれるのと、あと進軍の雄たけびでね、移動速度アップ、挑発の叫びでダメージ減少、アイアンスキンで、まあ、障壁が発動してくれる。で、ウォークライで、まあ、ダメージアップ。強戦士の憤怒でも、まあ、ダメージがアップしてくれるという感じになるので。なので、まあ、そこら辺を、気をつけながらやってもらうという感じですね。
結構こんな感じでね、立ち止まってると、奈落ティア100とかだとね、ダメージ食らっちゃうので。なので、なるべくこう移動しながらね、ダストデビルを当てていくという感じですね。まあ、基本、ワールウィンド以外のスキルは、まあ、押しっぱなしでもいいんですけど、まあ、できればアイアンスキンとかはね、緊急の、ダメージ回避用に残しておいて、ちょっとやばいなっていう攻撃はね、まあ、特にボス戦の中で来た時に使ってあげる方が、いいかなって感じがしますね。とにかくこのビルドは、まあ、ワールウィンドで、まあ、出血ダメージを与えるっていうところも大事になるんですけども、まあ、この出てくるね、ダストデビルの、火力っていうのはかなり大事になってくるので、で、火力をつけてもらうと。で、ライフが 100% の状態の時はずっとね、この、ティライルのね、レーザーの方も出てくるので、そちらの方も気にしながらやって、はい、じゃあボス戦やっていきましょう。でボス戦も基本的には同じなんですけど、なるべくねボスの近くいないと、ダメージがね出ない感じになっちゃうんで、なのでボスの近くでワールウィンド放ってあげてって感じですね。でやばい攻撃はちゃんと避けてあげないとね、死んじゃったりとかしますので、ちょっとそこだけは気をつけてもらうって感じですね。で移動速度盛りすぎちゃうと、このね、結構この、ボスからね、遠くに離れたところにね、出ちゃったりとかもするんで、そこがね、ちょっと危ないなというところですね。はい。こんな感じで、奈落ティア101クリアという感じですね。まあ、かなりね、早く、まあ、101クリアできますので、まあ、101一回クリアすると、名鉄の方も60ずつ集まっていくっていう感じになりますので、まあそうですね。まあ私が今まで紹介してきたビルドの中だと、まあ100の周回速度っていうところではやっぱり最速かなというところがありますし、まあ上の方のティアもね、まあしっかりと、攻略できるような、ビルドになってきますので、ぜひね、まあウーバーユニーク最後何作ったらいいか、迷ってるという方は、まあ一つの候補としてね、検討してみてほしいなと思います。はい、ということでね、今回も、動画見てくださってありがとうございました。まあね、今期、まあバーバリアンのビルドも含めてね、まあいろんなビルドをご紹介してきたんですけども、まあね、今後も、ディアブロのね、ビルド解説、そして攻略動画などね、たくさん投稿していきたいと思いますので、ぜひこの機会に、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。